兵庫県の斉藤知事の話です。本日はですね、マスコミ報道などによって一般の人に誤解されてしまうのではないかと思える点を整理してみたいと思います。で、マスコミ報道などではですね、兵庫県の幹部職員である元県民局長、まあ、ダブルさんと言いますけれど、このダブルさんが知事のパワハラを告発しているから公益通報であるという形で報道している傾向が一部あると思います。しかしですね、パワハラとそういう形で強調して、だから公益通報、いわゆる内部告発だという捉え方は間違っていると指摘したいんですよね。つまり単なるパワハラを告発することをもって、その公益通報者保護法のですね、公益通報である。したがって通報した人は保護されるという理解は間違っているというところを指摘したいんです。ですから皆さんの中で間違ってもですね、会社の上司がパワハラをしているからといって内部告発をしようと、それをもってしてもちゃんと私たちは保護されるんだという思い込みっていうのは危険であるということを述べたいところであります。結論から言えばですね、あくまで公益通報者保護法に言う公益通報というのはですね、基本的に犯罪の疑いやそれに近い事象について内部告発する場合に適用される公益通報とされるという扱いであります。ですからパワハラはですね、まあ過度になればそれが場合によっては暴行罪とか脅迫罪、強要罪というのに該当する場合はありますが、そうでない、一般的に言われているパワハラということだと、それは公益通報者保護法に言う公益通報という形にはなりません。ですからですね、今回ダブルさんが、まあ、告発文書を県などに出したり、マスコミに通報してるんですが、その内容が知事の犯罪を疑わせるものなのかどうかっていう、そこをですね、まずは基本として精査する必要があると思います。今回ですね、3月12日頃、今年のですね、そのダブルさんが斉藤知事の7つの疑惑を告発する文書をマスコミなどに送付したと。その疑惑の7つっていうのは、簡単に言うと、一つ目が人事に関することで、まあ、兵庫県震災記念21世紀研究機構の副理事長2人を突然解任したと。で、二つ目が知事選で、2021年の知事選で幹部職員らが斉藤知事の選挙を手伝ったと。それから三つ目が、やはりこの知事選で投票依頼のために兵庫県の商工会などに出向いたとか。で、四つ目は贈答品受領ということで、これまでにも出てきてますけれど、コーヒーメーカーやロードバイクなどを受け取ったとか。で、五つ目はパーティー券。絡みで、その政治資金パーティー、斉藤知事のものを商工会などに大量購入させたとか。で、6つ目が優勝パレードで、これは前回の私の動画で述べてますが、阪神オリックス優勝パレードの費用を信用金庫などから協賛金として集めたと。最後の7つ目がパワハラということで、机を叩いて激怒したとか、職員を怒鳴り散らしたとか、いうことをダブルさんがマスコミ、あるいは県の方に通報したということなんですが、結局ですね、この7つのうちのどれが公益通報者保護法に言う公益通報、つまり犯罪、あるいはそれに近いものなのかということを分析する必要があると思うんですけれど、1は直ちに人事の問題ですから犯罪性は疑われないと。2とか3とかは、まあ、公職選挙法、違反の公務員の地位利用、あるいは慈善運動という、まあ、犯罪の疑いは確かに出てくると思います。で、4番は収賄罪の疑いと。で、いろんなものをおねだりとしてもらったと。で、前回私はこのおねだりの話をしましたけれど、このおねだりっていうのはですね、刑法上も普通の収賄罪よりも悪質だとされてるんですよね。いわば要求型と。公務員の方が要求して、おねだりして、賄賂をもらうということで悪質だとされています。ですから、このおねだり、おねだりっていうのは、ある意味、刑法でいう賄賂の要求罪っていうことの成立を疑わせるということにはなろうかと思います。
なお、若干付与すると、その賄賂みたいなのをもらって、これはちょっとまずいなと、一度は受け取るんだけど、まずいなと思って、返したとしても、それは収賄罪の成立自体は、依然として認められるということになります。それから5番のですね、ことも政治資金規正法違反とか公職選挙違反の疑いがあると思います。で6番は前回の動画で指摘したんですが、まあ、知事の第三者収賄罪などが可能性としてあり得ると。収賄罪っていうのはですね、前回の動画の際にコメントとしていただいたんですが、それに関連して申し上げますと、何も収賄罪の際に知事などが自分の不正な行政をする。いわば行政を歪めてしまうということがなくても、通常の業務執行をしたとしても、収賄罪というのは成立します。行政を歪めてないんだから犯罪にならないというわけではないと思います。要するに、有償宿泊の関係はですね、知事の背任罪ということで刑事告発がなされたという話もあります。いずれにしても、知事の犯罪性を伺わせる話にはなろうかと思います。で、7番はパワハラパワハラと言われてますが、まあ、度が過ぎていれば、何らかの犯罪の疑いが出てきていますが、そうでなければ、公益通報者保護法での内部告発、公益通報とまでは言い得ない可能性があります。こうしたですね、分析をした上で、ダブルさんの告発内容、どこが知事の犯罪性、犯罪の疑いがあるのかっていうのをやっぱり精査する必要があると。そういうことで公益通報者保護法の、まあ、保護の対象になる W さんに関して誰が告発したのかということを突き止めるとかいうこと自体、あるいは知事がもう当初の段階でこの告発内容、嘘800ということを決めつけた。で、W さんを追い詰めて自死させるに至ったと。そういうことを指摘していく前提として、そもそも公益通報と言えるかどうか、知事の犯罪性に関するものなのかどうかっていうのをきちんと吟味する必要があると思うんですが、マスコミなどは一般の人がわかりやすいようにパワハラパワハラと。で、パワハラがイコールなんか公益通報のような形に扱われていくっていうのは結構問題があると思います。ところでですね、皆さん、W さんの内部告発で指摘された以外にですね、知事に何らかの犯罪を問えるものはないかということについてお話したいと思います。一応ですね、考えられる犯罪が私の中にあります。まずその前提として事実を整理しますと、W さんがですね、今年3月中旬に内部告発をすると。その文書に対して斉藤知事がですね、それからほどない3月27日、まあ、おそらく2週間後ぐらいに、まあ、嘘800と決めつける。こういう事実無根の文書を作って流す行為は公務員として失格ですと。まあ、ここから否定する。で、それに対して W さん、今度は4月になって正式に県の公益通報窓口にも通報したと。ところが5月7日にですね、結局県の方は W さんを停職3ヶ月の懲戒処分にすると。そして W さん、最初に告発した時から3ヶ月余りした7月9日に死をもって抗議するという内容の文書を残して実施したと。私はですね、この動画でも、前の動画でも述べてますが、この懲戒処分、40日程度の短期間で停職にしているということは、もう最初から結論ありきで、知事が嘘800と口走ってしまったことで、結局はもう結論ありきで停職。3ヶ月という懲戒処分をしたと見て取れるんですよね。ですから、これは非常に問題なんですが、このあたりでですね、知事の何らかの犯罪が問えないかっていうと、私は結論から言うとですね、刑法の公務員職権乱用罪というのに問える可能性があると思います。この公務員の職権乱用罪っていうのはですね、公務員がその職務を乱用して、人の権利の行使を妨害した時などに成立する犯罪です。2年以下の懲役または禁錮なんですが、この公務員がその職務を乱用しての乱用っていうのはどういうものかというと、職権の行使にかこつけて違法だったり不当な行為をすること、それが乱用であると。短期間の懲戒処分ということで結論先にありき、知事が自己防衛のために、そうした職権の行使にかこつけて、
短期間でもう結論ありきの懲戒処分をしたということは職務の乱用と言えると思います。で次にですね、まあ、じゃあ W さんの権利の行使を妨げなければいけないんですが、 W さんの権利とはどういうものかというと、一番考えられるのは結局停職3ヶ月にされていると、こういう停職3ヶ月にされると退職金などが減額される可能性が出てくるんですよね。そうすると W さんは、まあ、退職に伴って本来満額の退職金を請求できるところだったんですが、この停職3ヶ月を受けたために退職金の満額請求ができなかった、そういう満額請求できる権利を知事の公務員としての職権乱用で妨げられたというふうに言えると。まあ、要件的にはですね、結構当てはまってくるんじゃないかと思います。もっと大きく言えばですね、憲法13条に幸福追求権、まあ、幸福に生き続ける権利っていうのがあるんですが、まあ、W さんが、まあ、このような知事の職務の乱用によって、まあ、自死せざるを得なくなったということで、幸福に生き続ける権利を妨害されたというふうに言えなくもないと。いずれにしてもですね、まあ、こうした知事の公務員職権乱用罪などを武器にして今後刑事責任の追及、そして私は一日も早く知事は辞職をすべきだということについては以前から申し上げている通りであります。本日の動画、私の解説良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。